すぐだよ、トランクス。はい、父さん。僕、女の子を使おうかな。いいわね、私もそうするわ。こいつらの体は僕たちのものだ。一体何が起こってるんだ。気をつけろ、奴ら俺たちを狙っているぞ。え、クラッシュブレイク。スマッシュブレイク。この体使えるわね。サイヤ人だからね、姉さん。嫌な能力だな。私たちはツフル人が超科学で生み出した最強の人工生命体。そう、あらゆる戦闘プログラムをインプットされているのさ。だけどツフル人の奴ら、僕たちの強さを恐れた。ひどいでしょ、勝手に作って勝手に壊そうとして。そんなの許せない。その体を返してもらうぞ。残念だったね。面白かったわよ、その必死なところ。くそ、舐めた真似を。宇宙の種にはもうエネルギーが満ちている。誰だ、貴様は。俺は全王を倒す者、ハーツ。この宇宙の種で全王、海王神を、破壊神をぶっ潰す。バカだ、できるわけがない。できるさ、俺だからな。そして人間の真の自由を手に入れる。最高だろ。何が自由だ、矛盾してるぞ。俺矛盾してるからさ。一体何をするつもりだ。
前たちも宇宙の糧になれ。あの子たちは僕らがもらうよ。だって強いんだもの、まだ遊べるわよ。いいだろう、君たちが望むなら。そんな舐めやがって。さあ次の宇宙へ行こうか。ザマス、一緒に来い。俺たちと夢を見よう。よかろう。だが言っておく、私に命令するな、人間。ザマス、なぜあいつが。そこの君、宇宙最強の男は誰だ。君が思う宇宙最強の男は第11宇宙のジレンか。心を読んだのか。どいつもこいつも俺たちサイヤ人をあっさり出し抜きやがって。頭にくるぜ。一体何してやがる、カカロット。最強の人間か、会ってみようじゃないか。準備はいいですか、悟空さん。おう、いつでもいいぞ。第11宇宙で暴れる悪の戦士たち、オラが復活するっきゃね。次回スーパードラゴンボールヒーローズ、悟空復活、衝突する最強と最強。絶対見てくれよな。